工場長です。今日はお裾分けファイル第4弾やっていきたいと思います。ちょっと久しぶりになってしまったんですけど、1弾2弾3弾と作っていて、今回第4弾となります。そして今回第4弾でストップしてプレゼント企画の方にしようかなって思います。本当は第5弾5つ作って5名様にプレゼントしたいなって思ってやってたんですけど、ちょっと挫折してしまって、今回ちょっと間空いてたじゃないですか。その間何作ろうって、どんなの作ろう、何ど、んーと、うんと、もうこんな感じだったんですよ。もう何も浮かばなくて、っていう状態が続いてたので、5つ目ってなると次もうほんと3ヶ月4ヶ月半年後とかになっちゃいそうなので、今回第4弾でちょっとストップさせてもらって、最初5名様って言ってて申し訳ないんですけども、4名様に変更して今回プレゼント企画の方やっていきたいなと思います。今回は作るだけで、次回またお裾分けのファイルの動画、今まで作ったお裾分けファイルに詰め込んでいく動画を作って、そっちの方でプレゼント企画にしていきたいと思います。なので今回はまた作るだけの動画となります。よかったら見ていってください。で今回はなんて言うんだろう、こういう感じこういう感じ多分サムネイルに出てると思うんですけど、こんな感じのものを作っていきたいと思います。よかったら見ていってください。それでは作っていきましょう。工場長のチャンネル。それでは作っていきたいと思います。で今回使うのがちょっと大きめの紙です。こちら包装紙なんですけど、包装紙1枚だと少し弱いので2枚糊で貼り合わせてあります。他にもなんかこういうショップバッグ、これこの間サブチャンネルでサマンサタバサの福袋開けた時についてたやつなんですけど、こういうショップバッグだと丈夫なのでこういう紙もおすすめです。そしてあとは厚紙も使っていきます。でとりあえず今3枚だけ用意したんですけど、もうちょっと使うかなと思います。でこの厚紙、これが今回作るポケットの大きさになるので、作りたい大きさのポケットの厚紙を用意します。で今回この包装紙ちょっと大きめに取ってあるので、この厚紙のサイズに合わせて整えていきます。まずここの辺に合わせた長さを取って、そして次こっちの長い面に合わせた長さを取って、そしてもう一回こっちに合わせた長さを取った、ここまでの長さ使っていきます。ここの部分切っていきました。そうしたらさっきの厚紙を使って次はこの包装紙に折り目つけていきたいと思います。まずここの幅のところをこんな感じで折っていきます。次はここの幅、ここの幅の分折っていきます。こんな感じで三つ折りになる感じで折っていきました。そうしたら次下の方を、まあ、大体でいいんですけど、大体3センチぐらい折っておきます。ここまでできたらあとは好きな数、蛇腹を作りたい数だけ蛇腹風に折っていきます。今こっち折りにしたので次はひっくり返して、ここの幅は無視して次からは自分の作りたい蛇腹の幅になるように山折り谷折り山折り谷折りを繰り返していきます。今回私は 1.2 ミリぐらいの幅で作っていきたいなと思います。なんか1センチだとちょっと狭すぎるような気がするんですよ。でも2センチだとちょっと広すぎるかなと思うので、ちょ1点数センチっていう感じでやっていきます。で割としっかりと折り目つけていきます。でこのさ包装紙、何も考えないでこの包装紙選んだんですけど、ストライプ柄がすごく折りやすいですね。無印つけなくてもこのストライプ通りにまっすぐ折っていけばなるので、特に柄こだわりないのであればこのストライプ柄、ダイソーで買った包装紙なんですけどおすすめです。で今こっち側折ったので、次反対側に同じ幅になるように折っていきます。よし、でひっくり返してまた同じ幅になるように折っていきます。こんな感じに折っていきました。1,2,3,4,5 山作ってあります。そしたらさらにちょっと余分なところがあるので切っていきます。ここの最初3センチぐらいに折ったところのこの部分を邪魔なのでハサミで切っていきます。ここの線に合わせてまずチョキッと切って、そしてここの折ってあるところからだいたい1センチぐらいかな、ちょっと気持ち残したところで切っておきます。こんな感じです。
反対側も同じように切っていきます。こっちの根元までしっかり切っといて、でこっちの方をこんな感じで切っておきます。そしてさらにこっちのたくさん残っている方も同じようにして切っていきます。こっちの方からちょっと長いんですけど、まっすぐ切っちゃいます。そしてこっちの方もだいたい1センチぐらいのとこ少し残して切ります。反対側も同じです。こんな感じの形になりました。ピヨーンと伸びます。まあこの伸びるのは関係ないんですけど、次はこっちの短い方に厚紙を貼っていきます。厚紙に折り紙巻いてあるだけのものです。でこっち側、この下のところに両面テープつけたので、この両面テープでこんな感じで貼っていきます。こんな感じです。そしたら次、ここの長く伸びたやつを上に向かって90度に持ち上げていきます。ちょっとこの谷になっているところをつまみながら上げていくといい感じにやりやすいんじゃないかなと思います。いっくいっくいっと、でちゃんと綺麗に折れるようにするために、ここの谷折りになっているところをグッとグッと押し込み、こっちの山折りに食い込ませるように折り曲げていきます。こんな感じで折りたためるようになりました。こんな感じになってます。角の方はこんな感じです。反対側も同じようにやっていきます。こんな感じで折りたためるようになりました。こんな感じ。はい、そしたらだいぶ形が見えてきましたので、さらに進めていきたいと思います。でまずここの厚紙とこっちのペラペラとペタリとくっつけていくんですけど、中側がちょっと汚い厚紙のまんまなので、これをくっつける前にもう一個厚紙折り紙貼ったやつ用意したので、これを最初のこの山になっているところに引っ掛けるように貼って、そしてこれをパタンと閉じるように貼り付けていきたいと思います。ここの両端両面テープ貼ったので、パクリし剥がしてここに差し込むように貼っていきます。よし。そしたらこっち側にも両面テープ貼ったので、これを剥がしてくっつけていきます。 OK、 くっつきました。こんな感じです。あとは中に入れる仕切り部分作っていきます。でさっきと同じ大きさの厚紙、これを用意して、ここにこんな感じではめていくように作っていくんですけど、このギザギザ部分とこれを貼り付けるところ必要なので、それも折り紙で作っていきます。まず厚紙に好きな折り紙貼って可愛くしていきます。こんな感じに貼っていきました。そしたら幅4センチぐらいの短冊型に切った折り紙を2つ用意して、これを2つ折りにして糊で留めていきます。折り目をつけたらテープ糊とかで開かないように適当に留めておきます。今作ったこれをこの端っこにこんな感じで少し出るようにしてくっつけていきます。よいしょ。はみ出したところはハサミで切って、反対側も同じようにつけていきます。ここに合わせて折り紙切ったので、こちら貼っていきます。 OK、 こんな感じで仕切りできました。これを必要な分作っておきます。ここの作ったのりしろっぽいところにまずのりを貼ります。反対側も、しっかり差し込んでのりつけたところを貼り付けていきます。くっつきました。こんな感じです。そしたらあとは同じように他のやつも差し込んでいきます。こんな感じで全部で4つ差し込んでいきました。なんかお財布みたいで可愛い感じになってます。そしたら最後ここ後ろの面も貼るんですけど、この後ろの面は再度何もつけてないただの厚紙、これをここに差し込んで、このピラピラってなっているところを貼り付けて、ここを閉じるように貼っていきます。こんな感じになりました。もうかなり形が見えてきて
楽しいですね。でこの辺ちょっと蓋こうやって折り曲げるんで、ちょっとここ折り目を作っといて 2,3 センチ適当に残してこの部分切っちゃいます。この蓋にしたい部分の長さに合わせて厚紙切ったので、これを使って蓋作っていきたいと思います。今ハサミで少し残して切った紙を挟んでくっつけていきます。まず厚紙1枚のこの部分に両面テープ貼りました。これをまず片方剥がして、こっちの出ている紙とくっつけていきます。ここがくっついたら、もう片方こっち側を剥がして、次は厚紙じゃないんですけど折り紙、普通の折り紙を2枚重ねて短冊状に切ったやつ、これもここに貼ります。こんな感じです。そしたらここの厚紙部分隠すようにして、これと同じ大きさに合わせて切った厚紙をこっち側に貼っていきます。よし、こんな感じでくっつきました。そしたらあとはこっち側です。でまずここの付けた折り紙を折っちゃって、完成形はこんな感じになる予定です。ここがちょうど折れるところになるようにつけていきます。なのでこっち側両面テープ貼ったら、この緑のところが 1,2 ミリぐらい出るようにして貼っていきます。これぐらいかな、ほんのちょこっと出るように。緑が覗いてるの可愛いですね。こんな感じになる予定なんで、最後こっち側こっちに厚紙貼って可愛くしておきます。できました。あ、できてなかった。最後に、本当に最後に、あと磁石ですね、マグネット貼り付けて完全に閉まるようにしていきたいと思います。これで完成です。まあ、中身の方はもう作っていったまんまなんですけども、こんな感じです。かわいいですね。でここは磁石でパチンと止まります。うん、こんな感じいいのではないでしょうか。でかわいい、オッケー。ということでお裾分けファイル第4弾こんな感じで完成しました。いかがでしたでしょうか。今までのとはちょっと違って、もうここパカッて開けたら全部区切られて中見えるタイプのお裾分けファイルっていう感じです。まあ、普通に自分の収納ファイルっていうのかな、収納にも使えるので、今回包装紙使って作っていったんですけど、冒頭にも言った通りショッピングバッグとか可愛いやつあるじゃないですか、ああいうのとかで作って自分用の収納カード入れにしたりっていう風にもいろいろ使えるんじゃないかなと思います。よかったら皆さんも作ってみてください。ということで 1,2,3,4 つ作り終わりまして、全部見てくれた方もいらっしゃるのかな、わかんないんですけども、次回は、あ、次回って言っても多分次の動画っていうわけじゃないと思うんですけど、お裾分けファイル系の次回は今まで作ったファイルにいろいろ詰めていこうと思ってます。多分ね、詰めるのもこれから考えるので、ちょっとその次回がちょっと時間空いちゃうかもしれないんですけど、よかったらプレゼント企画申し込んでみてください。ちなみにね、この前本のプレゼント企画やったですよ。でそれの締め切り終わって、マネージャーさんの方からなんだろう、みんなのいっぱいコメント書いてくれてありがとうございます。嬉しいコメントがいっぱいあったんですけど、であの時でだいたい500人ぐらいの方の申し込みで、私のプレゼント企画ってだいたい300人から500人ぐらいがいつもの感じなんですよね。で今回4名様だから、宝くじよりは多分当たると思います。はいよくわかんないけどはい、という感じで、よかったら申し込んでみてください。いや、まだ始まってもいない、次回の動画お待ちください。そんな感じで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバイ。